感じで。私たちはどちらかというと、何でしょうね、インターネットとか電気とかそういうちょっとあの何でしょう、目に見えないものをよく扱っているんですけども、ちょっとその渡辺さんの目に見えないようなもの、感覚を統合して何かものを見れるようにするっていう感覚が、ちょっと私たちの中につながるものがあるなというふうに感じてしまいました。なんかちょっとこれは共通点があるんじゃないだろうか、こんなものを思いながら、ちょっとリサーチ、これについて考えていることをさらにリサーチしてみました。ですね、渡辺さんに教えてもらったんですよね。うん、ネイティブアメリカンって、まあ、インディアンとかと呼ばれている、まあ、ネイティブアメリカンの人のことをちょっと教えてもらったんですけども、この人たちが持ってるスキル、あの子供の頃からあの自然の中で自然と共に生きていくためにみんなで身につけるらしいんですけれども、例えば、3つあって、1つはサバイバルですね。さっき言った火を起こして自分が安全な状態で過ごせるっていう、こういうことが1つあって、もう一つはトラッキングって言って、さっきやったように動物とか人の足跡を追っていく。もう一つはアウェアネスといって、鋭敏な注意力を養うっていうことを、技術を子どもの頃から学んでいくそうです。で、ちょっと小さくて見にくいかもしれないんですけれど、グランドファーザーっていう本がありまして、日本でも読むことができますが、著書のトム・ブラウン・ジュニアさんっていう人が書いてます。この人は、そうですね、ある、グランドファーザーと呼ばれている、最後のインディアンと呼ばれている人がいて、その人が83歳の頃、子供の時にこの人は出会って、いろんなことを教えてもらうことになります。ですね、例えば一緒に森に行ったりとか、旅をしたりとかして、いろんなアパッチ族っていうんですけど、インディアンの、スキルを教えてもらうんですね。その教えてもらった内容とか、彼 の, 人生についてが書かれている本です。で、このトム・ブラウン・ジュニアさんは、アメリカでトラッカースクールっていうのをやっていて、なんか日本からはちびまる子ちゃんの書いてる桜桃子さんがここのスクールに入っていろいろ学んでいるそうです。どういうことを学んでいるかというと、このトム・ブラウン・ジュニアっていう名前もさっきの渡辺さんから教えていただいたんですけど、自分で編み出したのかなと思って聞いてみたら、実はこういう本を読んでっていうのを教えてもらいました。で、森の中に裸一つでポーって入った時に、生きていかなくちゃいけないんですけど、どうやって生きていくかみたいな知恵とかですね、そういうものが、教えてもらえるみたいな、はい、分かりやすくボーイスカウトみたいな、なんかいろいろナイフを使うとかですねっていうのもあるし、あとは、荒野に放り出されて生きて帰ってこなくちゃいけないんですけど、その時に、死の声を聞くみたいなところがあって、この本の中の第3章ぐらいにあるすごい面白い内容があるんですけども、それがちょうど死の声を聞くっていう修行の内容なんですね。ネイティブアメリカの人の中には自然とか植物の声を聞いて、あの植物見つけたいと思ったらこれをたどっていけばつけるとか、そういうことをできる人が何かいるんですけども、この本の主人公であるグランドファーザーはすごくそういうのが不得意で、石の声を聞いてくださいって言われても何をどうしていいかさっぱり分からないっていう状態だったそうです。これは私たちもうそうだと思うんですけども、そうですね、長老に石の声を聞けるようになってきなさいって言われて旅に出ます。で、石の声どうやって聞くのかなと思いながらいろいろ考えて、例えば石の箱を隙間に3日間こう留まってみるとか、あと石をこう叩いて割ってみるとか、いろんなことをしているんですけども、結局石の声はわからないという苦労を抱えています。ちょっと
石の声が聞こえるようになる瞬間もまあ書かれているんですけれども、例えばあの彼があの砂漠で、あのもう何も水もなく食べるものもなく道具もなく死にそうになっている時に、ある一つの石が光って見えて、それを拾ってこうまず、まあ、サバイバルは自分の身を守る場所を見つけて、そこで火を起こして水を用意して食べ物を用意してっていう順番があるそうなんですけれども、とりあえず火を起こさないといけないっていう時に、その石を見ていたらどう削ればいいかっていうのが次第に分かってくるっていうことが起こったそうです。それはなんかあの石に自分の命を預けてコミュニケーションを取るっていうようなことだったらしいんですけれども、この石とコミュニケーションを取り始めるっていう内容がすごく私たちの制作にも通じているところがあるなと思って、あのすごく感銘を受けました。ですね、まあ、アーティストの方はみんなそうかもしれないんですけれども、まあ、今の状況とか社会がどうなっているかっていうのを、まあ、ちょっとやっぱり考えながら制作してると思うんですね。最近ではあの情報通信技術が発達して、人が情報を手に入れたり、あの人同士とか物同士のネットワークを通じて簡単につながることができるようになっています。でもそうして私たちは一体何を目指すんだろうかとか、情報とどうやって付き合っていったら幸せなんだろうかとか、そういうふうなことを考えていた時期でもありました。そしてそうですね、海岸にあるたくさんの石のように、たくさんの情報から何を選ぶかっていう、その意識の動き方とかプロセスを、まあ、作品制作にちょっとこう見てみたい、その作品制作の中で見てみたいと思っていた時期でありました。次はちょっとメイキングを。このようなインスピレーションから、石の声の制作では、中学生の皆さんにも今の話をこう協力してもらって、茅ヶ崎の海岸で、ある一つの石を選んでもらうことから始めました。なんでこうその石を選んだかっていうものを、まあ、あの皆さんにはちょっと考えてもらったんですけども、後ろの図書コーナーの壁に今、どのようなあの理由で選んだのかっていうものが書いてありますので、よかったら後で見てみてください。で、私たちの、まあ、いつも制作には欠かせない電子工作も一緒に体験してもらって、そうですね、一緒にこう制作を、うん、部分的にやってもらった形になります。で2016年に展示した時とまた少し実は雰囲気を変えて今回展示をしています。というのは、まあ、また同じものをあの展示してもちょっとつまらないなというものがあったので、今回は音空間デザイナーの浜田智弘さん、ソアソロという会社の方が来ていただいてます。今日も来ていただいてるんですけど、帽子を買うかかっこいいかありがとうございます。で、そうですね、私たちも音を扱っているんですけども、また音をすごく精細に捉えて、まあ、空間上に作れる方なので、今度は石を拾った海の音を、まあ、こちらに持ってきてしまおうというふうに考えました。なので今3つの三角形がこの作品に当たるんですけども、こっち側が海 の、 波打ち際の方で、奥の方がちょっと深海の方をイメージした空間になっています。で、この波打ち際の音と、あと深海の音を今回は原田さんに作っていただいています。ちょっと暗くなっちゃってやばいんですけども、実際にこの展覧会の前に、茅ヶ崎海岸のヘッドランドという場所で、海の音をレコーディング一緒にさせてもらって、これ何の写真？ね、マイクです。原田さんがこの空間の、コンセプトを考えてくださってセッティングしてくれたマイクなんですけれども、全部で6つですっけ。そうですね。
波の音とこう私たちに向かってくる音とあと横に移動する波の音もあるし遠くの方で鳴ってる海の音もあるのでいろんなこう音を全部取ってくださってるんですね。で、まあ茅ヶ崎はあの道路の近くにあるのでそのバイクの音とかが入らないような夜中の2時半ぐらいかなあと4時、朝の4時ぐらいの2回に分けて音を取りますこれはちょっと朝だと思います。海岸のもう水の中に三脚が入っちゃってるんですけどその場所で録音してるのでまさに皆さん今水の中に入ってらっしゃいます皆さんそうですね、今ここの私たちの横にあるスピーカーとあとそちらとそちらにあるスピーカーに皆さん囲まれてると思うんですけどもちょうどあのベンチのあたりがいい音が来る場所だそうです。ですね、私がすごいなと思ったのは原田さんがきちんと石の気持ちになって音を取ってくださったのがすごいなと思っていて石がこう水をちゃんとかぶるような音をちゃんと捉えてあの録音してくださいました。なんかこう何かの存在になりきったりとか共感したりするっていうのは作品制作にもすごく大事なことだと思っているのですごく嬉しかったです。原田さんのこの音空間は深海と海辺の間に起きるたどり旅あと道歩み、進化、開花というイメージでトレースと名付けてくださっています。あとは皆さんも、ね、触られたかどうかなんですけれどもあちらの方に実は動物が2匹おります。皆さん慣れてくださったかな。実はこれからちょっとクゼの方からもメカニズムを紹介しますけれどもでよかったらぜひなぜてみてください。実は石と話したら見えます。はい、僕がですねいつもあの開発とか技術的なことをやってるのでちょっとその辺のお話を含めてどうやって触って反応するとかですね、あとは今岡本の方からありました、まあ、動物とこの石の関係みたいなことをちょっと言いたいと思います。元になった作品今持ってきてるんですけどライのサイの形をした撫でると音が鳴ってます。こんな感じで、これがですね今あの背中がセンサーというのになってまして、で、まあ、石と同じような仕組みで木が触れるわけですけど、こんなものですよね。で、木のおもちゃなんですけど、中に電子回路が入ってまして、それを今仕組みを説明します。この中にですね、センサーが入ってまして。で背中の方を撫でると音が鳴るんですけど、まあ、石のイメージでも同じような感じなんですけど石の表面にこの表面にですね、静電気が溜まってます。でもそんなにバチッてくるような静電気じゃなくてちょっと弱めの静電気が溜まってます。でこれを触ろうとするとですね、電気は静電気っていうのはどっかに流れたくてうずうずしてるんですけどそれを人の肌とヘモグロビンとか鉄分とかあと水分とかを通して、まあ、指に吸われて結局はあの地面に流れたりするわけです。人を通して地面に流れる。そうですね。で靴とか履いててもですね意外と地面に流れてっちゃうわけですけど分かりやすく言うとですね水がテーブルの上に置いて、まあ、水滴みたいなのがあってそこに乾いたタオルを持ってくるとヒュッて吸われると思うんですけどそんなイメージで電気も実は人間の体が乾いているというか電気を吸い込みやすくなっているのでこのように反応します。皆さんなんか温度の変化でなってるんでしょっていつも
想像してくださるんですけど、はい、いいです。で、実はあの皆さんの持っているようなスマートフォンの表面もそんなシステムになってまして、でガラス質なんですけども、それがタッチできるということになります。でも電気を通す通さないって習ったもので、金属は通すけどその他のものは通さないと習ったはずなんですね。で、ちょっと電気と素材について言いますと、電気を通すっていうものと、通さないっていう二分できるわけじゃなくて、割と通すやつと通しにくいやつがあるというぐらいのものです。で、金属はですね、やっぱりこうすぐ電気を流すので電気流すって習うんですけど、金属じゃないものは電気を流すものがあって、石とか木もそうなんですけど、電気を誘うっていう言い方をします。で、誘電率っていう電気を誘う比率っていうものが実は物質にありまして、これはあの会社のホームページからちょっと山本電機っていうところなんですけど、アクリル、アスファルト、アセトン、アマニア油とかですね、なんかいろんな物質が、ここに書いてある小数がですね、真空状態を 1.0 としたら真空よりもどのくらい流しやすいかっていうようなことです。で、いろんな素材がちょっとずつ流すんですね。で、スマートフォンの表面ガラスなんですけど、ガラスは 3.7 から10で、これは純度によるんですけど、ガソリンとかも流します、紙も流します。で、木材も水分によると書いてますけど、木も流します。だから空気とかが、空気の層があったりとかするから、違う。あの真空と空気って割とこう近くて、真空が 1.0 で空気は 1.何 とかっていう、本当に0.1 ぐらいしか違わない。あの毛糸の手袋とかでスマートフォンがタッチできなかったりするんですけど、それ空気が入ってるから。で、物質があのギュッて詰まってたりした方があのいいんですけど、水分とかが詰まってるといい。で、いろいろ実験したんですけど、あの拾ってきた石がですね、タッチの感度をテストしたんですけど、石が一番反応しやすかったので、で、みんなであのワークショップを使ったんですね。で、石は、不純物がいっぱい拾ったものに入ってるんですけど、もともとはあのケイ素というシリコンの一種で、まあ、ガラスとほぼ同じような物質だったんですね。ちょっとずつは違うんですけど、おおむね電気を流しやすいと、誘いやすいという感じですね。はい。で、触るシステムはこんな感じなんですけど、じゃあ音が鳴るのはどうなってるのかっていうのをちょっとお見せします。今、あのお見せしてるのがですね、実はあのこの一台一台と、あと動物にも、まあ、ちっちゃいパソコンが入ってまして、で、今、画面はこの中にいる状態です。で、ちょっと石を触ってみますと、こんな感じでなるんですけども、まあ、遠隔で操作してるんですけど、こういうふうに、あのコンピューターが入って、で、これがですね、動物たちと実はつながっています。ネットワークで全部つながっていて、で、今、こう鳴る音とですね、あとは、あの、ちょっと、行くのになる。さっきの渡辺さんの話じゃないんですけど、
何かと何かが実はつながっているとかですね、気づかない程度のものが実はあったりとかするんですけど、サルの足跡みたいに普通の人には見ようと思わないと見えなかったりとかするんだけど、実は何かつながってるみたいな、そういうイメージでちょっとこっそり仕込んだりとか。皆さんも、まあ、聞いたことあるかもしれないですけども、 IoT とかってよく聞きますかね。なんかインターネットオブシンクスって呼ばれていて、物同士がこうネットを通じてこうつながり合うっていうようなシステムなんですけども、そうですね、今いろんな会社がそれの使い道をこう試していたりとか、あとそれが進むとどうなっていくんだろうっていうのを今いろいろ確かめているような時期だと思います。で、ある学者の方が、物がどんどんつながり出すと、勝手にこう、なんでしょう、いろいろ話をしだすんじゃないかっていうようなことを言ってる人がいて、あ、その世界観はちょっとこう、怖くもあるけど、すごく面白い世界でもあるなと思って、私たちはちょっと美術館の中でそれを再現してみました。で、まあ、今日のテーマである、感性って何だろうっていう、まあ、今日、まあ、グランドファーザーとか渡辺さんとか、あとは私たちもそうですけど、いろんな人がちょっと話に出てきたんですけれども、例えばこう感性を研ぎ澄ましてみてくださいとか、感性を磨こうとか言われてることって、実際のところ何をどうすれば総合できるのかっていうのはよくわからないなと思っていました。その時に私の昔のデザインの先生なんですけれども、感性は見えないものを見えるようにする力ですっていうふうに言ってくださったことがあって、最近ふとそれをちょっと思い出しました。多分その渡辺さんだったらこう猿の手があるっていうこと、手の足跡があるってことで、いろんな道が見えてしまったりとか、筆は電気を扱っているので、いろんな電気の通り道が見えている可能性もあります私はそういうふうに見えていますね。そういういろんな人によって見えているものっていうのが実は違うんじゃないかなと思っています。今回私たちがすごくいいなと思っていることに、触れるっていう行為があります。これは感性とか直感的に近い感覚だと思っていて、例えばこう物を確認するっていうことと同時に、自分が何を考えているか、何を感じているかっていうのをこう分かるような感覚です。私たちの中で今こう石の声というふうに題名をつけているんですけども、私たちはまあどういうふうに石の声を聞いているかっていうのもありますけども、石の声っていうのは究極的には自分の中の意思とか、意思っていうのはこう思ってることですね。あとはもう一つの漢字違いの志す方の意思、自分の中の意思っていうことでもあるかもしれないなと思っています。ワークショップに参加してくれたこの中に、最後にこう小さくて奇妙な色をした自分の意思、過去笑いを示す意思っていうふうに書いてくれた子がいて、この子は全部知ってるんだなというふうにちょっとびっくりした思いがあります。私たちはそうですね、意思の声は自分たちの目指したいものとか感じていることがそのまま見えてくるものじゃないかなと考えています。今日はこちらでプレゼントをおしまいさせていただきます。ありがとうございました。もし何か質問があれば、はい、お受けしたいのと、藤川さんから何かあればはい。
にちは。こんにちは。お話しさせてもらいました。ですね、地震の声っていうので、日本の各地にある昔話とか伝承にある、泣き岩とか泣き石とかって言われているものが頭に浮かんだんですけど、夜中に変な音で鳴る岩とか、鳴き声がする石とかの昔話っていうのが日本全国にあって、で思い浮かんだのはそれだけじゃなくて、それを割ってみると大概中から水が出てくるっていう現象なんですよね。でたまに魚まで出てくるんですよ。で元々は多分中国から来てるお話なんだけど、中国人に言わすと割ってしまうと不幸になるという。で本当は水盆に浮かべてると中が透けて見えて魚のうちに気をしなさいみたいな話なんだけど、そういう話の影響はあるのかなってちょっと思ったのと、あとさっき、小さな現象が、他のものに、影響だったり進行していくって話で、バタフライ効果みたいなところは影響あるのかどうかっていうのをちょっとお聞かせ願いたいな。石の話すごく面白いですね。私もなんかこうテレビとかそういうものでは見たことがあったんですけど、そうですね、石を選んだのが茅ヶ崎にはすごくたくさん石があるからっていうこともあったんですね。で、私の中にも石をすごく好きな友達がいて、例えばその子は本当に石の声が聞こえるっていう人もいたんですね。初日の展覧会の時も石の声が聞こえてしまうおじいちゃんが来たりとか、そういうことがあって、例えば聞こえるって直接じゃないんですけど、何か気になるとか、例えば石がコロッとしたものが見えちゃうとか、そういうものがあるっていうのをなんか私は信じています。あとバタフライ効果についてはあると思います。あとそうですね、何でしょう、こう一緒にこう写真を撮ってくれる友人がいて、一緒に石を撮りに行ったりとか、この宣伝美術 の, ポスターとかの写真を撮りに行った時に、何でしょう、こうレンズを通して撮った石の中にこう光がキラ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 映り込むんですけど、それは何でしょう、こうその後私はその上に展示を今回施したんですね。その展示と全く同じように重なる場所があったりとかして、なんだこのシンクロだと思ったことがあったりして、何かどうかやっぱつながる部分があるんじゃないか、確かにそれを見えてないだけなんじゃないかなって思ったことがあります。僕もなんかその音を、なんか石の音っていうのをイメージしたときに、なんか自分が水滴になったような気持ち